ライフナビゲーターの桑田和子です。今日も少しライブ配信をしていきます。今日はですね、タイトルに書いたんですけれども、ノーサイドゲームっていうねテレビドラマやってたんですが、昨日最終回でした。今週ですね、今週20日金曜日からラグビーのワールドカップが始まるんですね。そう、ラグビーワールドカップ2019ということで、今年は日本で開催されるっていうことなんですね。で、まあ、それもあってこの、ノーサイドゲームっていう、まあ、ラグビーのね社会人チームというか、そのいやなんか間違ってたらごめんなさい、あんまり知らないからそういう、ラグビー の試合というか、そういう、会社のチームですよね。だから会社 そのサラリーマンの関係性だったりとか、まあ、いろいろ確執とかいろんなものがこう入っている、そういうドラマがありました。で、まあ、私ね全然こうラグビーってこう何よくわからないよ。だいたいルールがよくわからないで、このちょっとこういう形のねボールを持ってなんか走るとか、こうガーッてスクラム組んでなんかこうぶつかって押していくとか、ゴールポストがあるところにキックして入れるとか、なんかそういうこう端々はなんとなくイメージであるんですけども、なんかよくわからなくて、すっごい昔に、少年漫画で高校生の不良の子たちが、ラグビーチーム、ラグビー部活でラグビーをやって花園を目指すっていうようなね、確か先生女の先生だったと思う、すごい昔だからもう忘れちゃったんですけど、それを見て、見てっていうか読んでて、で なんでしょうね、こう重いビール瓶かな、ビール瓶がいっぱい乗ったビールケースを腰に紐つけて走る、いやもうすごいです、もうなんか作ってるかもしれない、なんかそういうようなのとか、とにかく体を鍛えなきゃいけないから、まあ、いろんなことをやるみたいなのがあって、まあ、イメージとしてはもうとにかく見た目がごついじゃないですか、いかつい人たちとか、なんかすごい男臭い、もなんかこうぶつかるし、なんか痛そうだし、もうなんか汗まみれ泥まみれみたいなイメージがあったんですよね。で、まあ、今回そのドラマを見ていく中で、まあ、ルールがよく分かったわけではないんですよよく分かったわけではないんだけど、なんかね、なんていうのか、そのラグビーの精神というか、なんかそういうのをね少しこう感じたんですね。このドラマはですね、もともと池井戸さんっていう人かな、半沢直樹シリーズとか下町ロケットシリーズとか、あと陸王ですね、陸王もドラマになってましたよね、まあ、そういうのの原作を書いてらっしゃる方なので、まあ、大体こう途中でいろいろあり、主人公は追い詰められとか、まあ、こうそういう虐げられたりとか、まあ、最初なんていうのかな、危機にあるところが、まあ、中小企業だったりとかね、まあ、危機にあるところがなんかこうそれを盛り返していって逆転、一発逆転みたいなね、なんかそういう系のドラマが多いので、まあなんか、まあ、最初から多分今回もそんな感じだろうなとは予想してたんですよね。で、今日ちょっとブログを書くので調べてたら、まあ、昨日最終回で、私は今日、動画配信サイトで、まあ、見たんですけれども、で後でねちょっとブログを書くので調べてみたところ、どんな人たちがキャストで出ていたのかというのを見たらですね、実際に元日本代表だった人とか、まあ、実際にラグビーを経験した人たちが集まっていて、七尾くんっていう、ニュージーランドから帰ってきた役の人は未経験者で、彼は15キロぐらい体重を増やして、まあ、筋肉つけたりとかしてね、体重を増やして、まあ、これに臨んだらしいんですけれども、それ以外の人たちってね、本当にこう経験者とかだったみたいなんですね。で、このノーサイドっていうのは、ちょっとまあ調べました。ラグビーで試合の終了を言うということで、原義は試合が終わった瞬間に敵味方の区別がなくなること、
ラグビーは紳士のスポーツとされ、戦いの後はお互いの健闘を称え合うという精神が尊重されるということで、まあ、戦いは戦いで、まあ、正々堂々とやって、戦いが終わったらもう勝ち負けとか関係なく、相手の健闘を称え合うっていう、まあ、そういうことをみたいなんですね。でまあ、ドラマの中にはね、もう卑怯なやつもいっぱい出てくるわけですよ。で、あ、こいつ卑怯なやつだと思ってたら、あそこからあれ実はそうじゃなかった、こっちかみたいなのとかねあって、まあ、すごい面白かったんですけど、最終回ね結構感動でしたね。そのいやちょっとまたネタバレになるから、これから見る人はね、ちょっとそこは後からまた動画残しとくので見てください。なんかね、そのやっぱり理想だけでは、まあ、世の中を変えていくとか改革していくっていう気持ちがあっても、やっぱり現実っていうのはなかなかそうはいかないよねみたいなのがあって、で理想だけでは世界っていうか、まあ、現実っていうのは変わらないんだみたいなとこ、そういうセリフがあって、だけどやっぱり変えていくために、なんか変えていくためにとか改革していくためにとか勝つために正面からぶつかっていくみたいなのがね、まあ、非常にこう響きましたよね。もう自分は満身創痍で、だけどこうチームのためになんか本当にこう貢献するんだとか、自分の矜持は何なのかってね、まあ、なんだろうな本当にこれを大事にしたいっていうもののためにかけていくんだっていうところがね、結構こうくっきりしていて、まあ、そういうあり方がね心に響いたなっていうふうに思ってみました。でこの最後ですね、浜畑さんっていう浜畑役の人が、浜畑さんっていう役柄がいらっしゃるんですけど、まあすごいこう怪我もしてたりとかして、で先発では出ないんですよね。まあもともとチーム のリーダーっていうかね、だった人なんですけど、最後は2軍レギュラーじゃなくて先発じゃなくて、まあそういうふうになっていたのが、まあ、最後の最後でもすごい怪我してるんだけれども、こう出ていくみたいなところがね、本当にこうもうなんか侍みたいでかっこいいと思って、いやこの人一体本当は何者なのと思って調べてみたら、なんと、これやってる広瀬さんっていう方は元ラグビー日本代表のキャプテンだったそうなんですね。まあそりゃリアリティが違うわみたいな感じで、でこの方は、2015年のワールドカップの時に、まあ、その前キャプテンだったんですけれども、その実際にワールドカップの時には、もうレギュラーから外されてキャプテンでもなくなっていた。だけどこうやっぱりね、みんなをまとめていくとか引っ張っていくこう力というか精神的な力とか、まあ、そういうのもあって、チームの中ですごい縁の下の、力持ち的な感じでずっと支えてね、いったそうなんですね。だからすごくこう、まあ、本当は出たかっただけど出られなかったみたいなところもあるし、やっぱりすごいこう経験もされてきているので、それはこのラグビーっていうものの、なんていうのかな、試合とか肉体的なことだけじゃなくて、その中での選手としてのこう精神的な喜びだったり苦しさだったり、だけどやっぱりチームのために貢献する、それには自分は何ができるんだろうかっていうところをね、やっぱりすごくこう磨いてこられた方なんだなっていうふうに思いましたね。だからこうなんかね、心の強み、そうそう、今日心の強みとちょっと関連付けて話そうかなと思ったんですけど、心の強みは、こう能力的な力の面で、例えばこうラグビーだったらこう走るのが速いとか、もがたいがいいとかね、もう押す力が強いとか、ボールをコントロールしてこうキックして入れる力、そういう力があるとかね、そういう、状況判断ができるとかいろいろあると思うんですけど、そういう、こう力の面だけじゃなくて、心の強みっていうのはその心、人格の方になります。人格が、心の強みを磨いているというのは人格が高いっていうことになるんですけど、そこをまあ実際に磨いていくときにはやっぱり忍耐とか努力とか、特に自分の強みですね、持って生まれた強みを磨いていく。それにはもう強みだからいいよってやっててはダメなんですよ。それはぬるいんですよね。そこをやっぱり磨いていくために、努力をするとか忍耐をするとか、あとこう
チームのために自分はどんな貢献ができるのか、例えば自分がもうレギュラーではなくなった時だけどその時でもどうやって貢献をするのかっていうところを、こう自分中心ではなくてね、そういう本当にどうやって人だったり相手だったり、グループチーム全体に成果を上げるためには自分は何ができるのかっていうところをやっていくっていうのがね、やっぱり心の強み、人格を上げていくっていうことに非常につながる、とても分かりやすいというか、そういうことなんだなって。だからこの池井戸さんのドラマには結構そういう人格が、人格を磨いている人なのかどうなのかっていうのがね、まあ、悪役も出てくるのですごく分かりやすいと思いますね。でその負けたチームも、負けたチームの人もなんか本当に終わってからやっぱり相手の健闘を称えるとか、なんかそういうところもね、やっぱりこう なんだろうな、もう負けて悔しいっていう、その自分中心だけじゃなくて、やっぱりそういうところ紳士的な、そういう悔しい気持ちはあるんだけれども、そこをそういうもんではない、試合が終わったらお互いを称え合おうっていうところがね、非常にこう心の強みを磨いているんだなっていうふうに思いました。でまあルールは相変わらずあんまりよく分かってないんですけれども、でもなんかこういうふうにやるんだなって、まあ、ここでこう固まってまたボールが出てきて、ここでまた固まってこうなんかバーってなんか重なり合うみたいになるじゃないですか、バーって。でそこからボールがピュッと出てきて、でこう人がいない空いてるところにずっとパスを回していってボール持って突っ切るみたいなねのとか、なんかちょっとそれぐらいは分かりました。あとそうですね、あと審判の人に対しての印象の与え方、やっぱりこの、まあ、なんかその実際に2015年のワールドカップでやられた、それを振り返って、まあ、選手の皆さんが話しているのとかもちょっと動画見たんですけど、やっぱりこう審判のことも研究して、この審判はこういうふうに言っていくとすごいこうなんかペナルティを食いやすい、こうペナルティを与えられやすいぞみたいなのとかも研究していたりとかして、まあ、その辺もね面白いなと思いました。でワールドカップ、ラグビーワールドカップの、公式サイトの方を見たらね、ルール動画、ルール説明、超初心者向けのルール説明動画とか用語集とかもあったので、今週20日金曜日からいよいよスタートしますので、皆さんも見てくださいって、なんか私が言うようなことじゃないんですけど、私もちょっとなんかすごい興味が出てきたので、まあ、見てみようかなっていうふうに思っています。はい、夏ドラマがね次々と最終回を迎えています。まあ、一番今行く末最終回気になってるのは凪のおいとまなんですけれども、これ来週最終回ですかね。はい、まあ、結構ドラマってね見ていると、映画もそうなんですけど、映画アニメドラマっていうのを見ているとね、人の心の動きとか構造、まあ、私構造心理学やってるんですが、あ、こういう構造だからこういうふうになるんだなっていうのがねすごくよくわかるんですね。なので、まあ、そういうふうにご覧になるのも面白いかと思います。ではまた。